はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナスイレブンビビットを適度にやっていきたいと思います。おっと、邪神ちゃんって言えば、なんか邪神ちゃんドロップキックっていうアニメが始まりますね。それとタイアップしてんのかな、もしかして。メデューシサ、ユリね。何が起こってんだろう。まあ、いろいろイベントはやってますよね。よくわからないイベントですけど。遠征から帰ってきたんで、生命バーを選択したいと思います。誰がいいんだろう。このレア4の選手を遠征させたいと思います。まあ遠征させてもそんなに月だって小夜でもね、2ですよね。もう一人行きましょうか。セイス、謎を道場破り。なのじゃ。おー、スーツ姿。エージェント？かっこいい。いい、イケボですね。本当や。はい、セイスさんですね。なんか舌がちょっと違う人なんでしょうね。誰だろう、セイスさんって。3ですね。なかなかの。なるほど、いろいろ。ドーナツ大好きと。特訓です、早速。厳しくいきますね。ビシバシ行くからなっていう感じです。プレス。
1対1行ってみますか。お、サポート？これ伸びしろでもあんのかな。プレゼントしましょう。バースデーケーキ、これフルにあげましょう。キャンディーを1個、これで好感度をベストトップまで上げたよ。で、シナリオを進めていきましょう。これじゃない。お？音楽が止まった。こちらもなんかストーリーが進んでますね。です。なんかカンコレのですみたいだな。お、揺れてる。メモリーレーサーってこれ試合使えるんかいな。この人か。舌が死んでんのかもね。ほんまかな。自衛隊の特殊部隊。よいしょ。カレーか。なんか仲良さそう。お？いやいやいや、なんか不思議だ。おかわりを、おかわりをよこすのですっていう感じですね。謎のエージェントですね、セイス。おや？また新しい人かな？いや、違う。敵チームか。お、お嬢様気質。試合以外のコンボ、お、なんか新しい展開。もちろんオッケー、願ってもない話だね。
ほ？セイスは私の本名ではない。本名はめったに何だろう。偽造身分証。全くです。さあ、まあいい加減試合やりましょう。なんかイベントがあるみたいですね。行ってみましょう。ランキングはもうイベントリング終わったのか。じゃあエキシビジョン、まあ前回今回は物語が進んだんで、このまま行きましょう。キックオフ。捉えましたね。これ相手結構強いぞ。ちょっとやばいな。食られた。このキック。なんだこれ、朝行きまえてしまった。負けたらどうなんだろう。朝に取られた。これ力差あるな。シュート。前半戦終了。ちょっとフォワードが疲れてる。変えましょう。あとはこれと変えて後半戦開始。あれですよね、本当。お、取り返した。取り返したじゃん。スライディング、はい。後半はなかなかいいとこあるんですが、インターセプトよくされるな。また取りました。さあ、シュート。
これ抜けました。1点返しましたね。ただもう試合ほとんど残り試合がないんでね。お、超えた。じゃあ敗北初めてじゃないの？まあでも経験値は確保できますね。ケタあんまり経験値もらえないのか。さあ今度はドラゴンリーグ行ってみましょう。もちろん攻めようと。キックオフです。クリアしていきます。取ります。捕らえたか。抜け合いない。取り返した。引き分けじゃない、同点ですね。ちょっとこれ疲れてきてる。コントチェンジです。さあ後半戦いきましょう。フラグは回収しないと。抜け合えた。ほとんどもう、なんか残ってない感じはありますが。抜け合えた。おー、すごい、さすが。さあ、少ないチャンスを生かしたいが。さあ、誰だ？シュート打つんだ、エミリー。抜けた。もう時間がほとんどないよ。よし、勝ちました。経験値をかなりゲットしましたね。ポイントを4ポイント確保。好感度を変換できるんですよね。なるほ
ほど。好感度上げてあげれば、ビビーポイントを上げることができるのか。スターテス上限がこれアップするんだ。リアリーポイントは、リアリティポイント結構大事かも。これで、どうなってんだろう。オーナールーム行って。あ、スカウト確保してもいいんだ。なんかいろんな選手が、お？十連なのかな今の。来た。戦績とかも見れるんですよね。
はい、というわけで、邪神ちゃんコラボっていうのがありますね。だろう、13日からか。まだこれからということですよね。この先ってどこなんだろう。まあいいや。はい、というわけで、以上、ヴィーナスウェーブビビットの動画をお送りしました。毎日おことですが、チャンネル登録、高評価、コメント、ブログ、ツイッター、また最後20秒に流れる関連動画、動画プレイリストなどよろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。